キオくん、お持ち帰り。日暮らしの泣く頃にシノアリスコラボ開催決定。日暮らしの泣く頃にリュウグウレ泣く中原舞です。よろしくお願いします。今こういうご時世なので、なかなかみんな一緒に収録っていうのができていないんですが、それでも絡みのあるキャラクターたち、2人3人ぐらいで収録させていただいてるんですが、なんかもう長年やってきた作品なので、その場にその声優さんたちがいなくても、このキャラクターはこうやって人喋るなとか、こういう風な感じで来るのかなっていうのがこう想像しやすいので、そういう想像をしながら演じさせていただいてる感じですね。その今のご時世になる前に2話くらいまでかな、2話くらいまで収録させていただいてたんですけど、久しぶりに集まった時はなんか久しぶりに集まった感じしないねみたいな、なんか部活メンバー楽しいねって言いながら、はい、やらせていただいてました。ちょっとどのキャラクターも嫌なんですけどどのキャラクターも嫌ですけど、強いて言うなら高野さんかな。詳しくは聞かないでください。この後にね、もしかしたらその日暮らしの泣く頃にというものを知ってくださって、シノアリスとのコラボで知ってくださって、一からこう見てくださる方のために私は何も言わないですけど、高野さんかなって感じです。初めて台本を見せていただいた時に、小説読んでるみたいな感覚だなっていうのが一番の感想で、その普通の台本でこう自分のセリフがこう抜かれて、1番リュウグレナ何々何々ってあるんですけど、シノアリスさんの場合は、投資の台本を見させていただくと、それこそ本当に、状況が書かれてて、で、ピノキオさんだったり、いろんなキャラクターがその一つの枠の中で会話をしてて、で、間にトガキとかが入ってて、本当に小説みたいな感じだったので、なんか、台本読んでるっていうよりは、こう、小説を楽しく読ませていただいてるみたいな感覚で、はい、読ませていただきました。日暮らしの泣く頃にとシノアリスさんのコラボということで、本当に嬉しいです。収録させていただいた時も、日暮らしの泣く頃にとコラボできて嬉しいですってスタッフの方に言っていただけたりとか、この時期に、このタイミングで、オンエアが叶い、なおかつ、コラボさせていただけるっていうので、とってもとっても嬉しく思っています。シノアリスを今まで、プレイされている方にも、日暮らしまだ知らないよなんて方いらっしゃると思うんですが、今回キャラクターを知っていただいて、物語を少し知っていただいて、興味を持っていただけて、日暮らしの方もシノアリスさん同様にこう楽しんでいただけたら嬉しいなと思っていますので、ぜひ、プレイしてみてください。よろしくお願いします。